それではですね、この東大合同呼びかけ3団体から、アピールを受けていきたいと思います。戦争を進める政治委員会の事務局次長の、金城さん、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。戦争させない選任会事務局次長で憲法学者の飯島重明と申します。結論から言います。まずこの法案、憲法9条違反です。こういう強行採決の手段、ナチスの手法と一緒です。憲法的に言いますと、近代法の基本原則である立憲主義、あるいは国民主権に反するものであります。なぜ憲法9条違反か。安倍首相は日本が攻撃されていないにもかかわらず、日本にとってその危険だと口実をつければいくらでも武力行使ができる、そういったものが戦争法案の内容です。じゃあその存立危機地帯、あるいは重要影響地帯、一体何なのか。国会審議聞いてもさっぱりわかりません。これではですね、時の政府に自由な戦争の権限を与えるものであります。これは憲法9条違反と言わせて、何が憲法違反じゃないのか、僕は考えるべきでしょう。その次ですけれども、立憲主義違反であります。立憲主義、そんなものは習ったことがないって言った自民党の政治家がいましたけど、高校の教科書にも載ってます。こんなものは憲法に従って政治を行う、それが立憲主義の考え方です。ですけれども、安倍自民党政権はどうでしょうか。憲法に従わず、こうやって海外で武力行使が可能になる、そういった法案を通そうとしていると、これはまさに立憲主義に反するものであります。国民主権違反にも、国民主権にも反します。国の在り方を決めるのは国民だと、国民に十分な説明をした上で政治を進めるのが国民主権です。ですけれども、どうでしょうか。国民の8割以上がよく分かってないと、こういったもので強行採決する、これこそまさに国民不在の政治、国民主権違反であります。国民を投げたこうした政治、私たち主権者として安倍自公政権に思い知らせてやりましょう。ありがとうございます。